おはようございます。ウェザーニュースの鈴木里奈です。今日2月26日月曜日の全国の天気をお伝えします。今日は広く日差しが届きます。ではまずは今日のお天気のポイントを確認していきましょう。南の海上を通過する低気圧や風がぶつかり合い発生した雨雲の影響で、東日本の太平洋側は雨やみぞれ、雪の降る可能性があります。ただだんだんと低気圧は離れるため天気は回復していきます。北日本は北海道日本海側を中心に寒気の影響で雪の降ることがあります。じわじわと積雪が増していきますので、こまめに雪かきを行ってください。東北は一時的な雪の強まりに注意が必要です。東北から九州にかけては広く高気圧圏内となり日差しが届きます。昼間は太陽のぬくもりも感じられ穏やかな週明けとなりそうです。ただ朝晩で寒暖差が大きくなりますので、調節のしやすい服装でお出かけください。ではここからはアイコンで今日のお天気確認します。今日は広く日差しが届きます。太平洋側は朝雲の広がっているところもありますが、だんだんと太陽が登場していきそうです。札幌は日差しが届いていても時々雪の降る空、北日本は寒さが続いていきますので暖かくしてお過ごしください。以上、今日の全国の天気をお伝えしました。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。